おはようございます。本日は2024年9月の7日土曜日、決戦の朝ですね。6ポイントマッチ、これの観戦に静岡に向かいます。場所は分かる人には分かる埼玉県の貿易です。青春18切符の最終区間ということで、普通に普通電車で向かいます。ではご乗車ありがとうございました。赤身です。駅長で食事をしようと思います。はい、こちら伊東線の方にあります駅そばですね。こちらでいただきます。よし、そこに。清水着きました。シャトルバスの機会にしばらく時間がありますので、どこかで時間を過ごしよう。はい、清水駅です。まあね、どこへっつっても、まあ大体ドリフラになっちゃうんですよね。ドリフラにシャトルバスで向かいます。はい、海沿いで待ったりしています。で、今回食べるのは黒いな。あの物はそんなに黒くないです。光の具合で黒い感じ。コロッケのコロッケ屋さんで牛すじコロッケをいただきます。はい、試合開始3時間です。そろそろ車内バスの時刻が開始すると思います。バス2台分ぐらい。はい、ハートバーからですね、1個目のバスですとなりまして、スタジオに着きました。ハートバーで、はい、いつもの光景ですが、いつもよりだいぶ早いんでね、はい、まだね、入場が始めてないという感じですね。スタグルに来ました。まだ空いてますね。それでは決勝スタグル決勝の方をいただきます。出来たてみたいです。すみません。はい、焼き醤油をいただきます。焼きたてでうまいです。ただし焼けるのが小卵鏡って蒸したやつは一般なんですけど、皮が薄いんですよ。蒸した小卵鏡で掴んだ部分に、ね、破れちゃって肉汁を飲ますあるんですけれども、焼き小籠包で皮が薄いのでしっかり肉汁を飲ますあるっぽい。エンブレムね、すぐに明日は飲んでます。焼き小籠包で暑いんでね、あんまり売れてないみたいですけど、うまいですね。はい、はい、席に着きました。試合まであと1時間45分。指定席のね、一番アウェーよりで、なぜここを選んだかというと、前半に点を決めてほしい、その思いからです。そしてね、ここね、通路なんで、帰るときはあっという間に撤収できる。
はい、講演会の特典で、今ね、もらえるのがタオルだそうです。時期によってちょっと違うんですけれども、帽子だったり保冷バッグだったり、タオルが出てきたのでゲットしました。入場プレゼント、もう一つアーモンド効果もいただきました。まあ、全プレですね。はい、はい、じゃあ席についてスタメン来ましたね。スタメンはまあ予想通りといったところですかね。右サイド北爪がいるかなと、それぐらいですかね。あとはまあ現時点のベスト面だと思います。ベンチメンバーで目立つのは、アジズがいないですね。歓喜が入っているということで、何でしょう、単純な高さが欲しいようなそんな場面があったのか、もしくはアジズの怪我か、どっちかではないかと思います。はい、
中を冷静に流し込みました。はい、早まりと同点です。やった、やった。できなかった。はい、最後は行かなくてきましたね。どんだも上がっちゃえって思うんです。プレーになると思います。僕は絶対に負けられない試合で、ラストに3バックにしたと思いますけど、はい、じゃあいつもの、その通り、バスで帰りたいと思います。バスダッシュ、いつもより大丈夫かな感じがしますね。1万7000人、そんなもんです。はい、じゃあ今日はね、シックスポットマッチ。引き分けはね、実はかなり命を取ったと思います。よく耐えたと思いますよ。まあ、もうちょっと決めるとこ決められたらなと思うところもあるんですけれども、まあしょうがないですね。はい、じゃあここらで締めさせていただきます。はい、このチャンネルではですね、これからもサッカーの遠征の動画、それから旅行の動画をお送りしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画よろしくお願いします。バイバイ。